はい、速稼塾の久保です。まあ私ね、男は辛いよ、いわゆるトラさんが大好きなんですけども、だんだんですね、トラさんも映画が終わって二十数年経ちます。50作がこの前公開されましたけども、出演されてる方皆さんね、もうかなりお年を召されていて、まあさくらさんとかね、それから三尾くんとか、まあどんどん大人になっていくなっていうところとか、あともう本当にね、リアルな年齢も、もう峠を越してですね、まあそろそろ役者も、終わっちゃうんじゃないかな、引退するんじゃないかなみたいな心配もあったりするんですけども、今回取り上げていくのはご覧のように、源ちゃんですよね、源公、トラさんの弟子と言えるのかな、兄貴っつって追いかけていく姿が今でも印象に残るんですけども、佐藤蛾次郎さんです。蛾次郎さんってバーをされてるって聞いたんですけども、なんかカレーを出されてる部分もあったんですね。奥さんと一緒に、まあお店をされているっていうのは聞いたことがあったんですけども、こちらのお店がまあ明日閉店ということでね、明日っていうのは、そうですね、令和2年12月31日のことかな。まあ令和3年から新年からもうされてないんだろうなと思います。ここに書いてますけども、31日に営業を終えるって書いてますよね。記事をちょっと読んでみましょうか。新型コロナウイルス感染拡大における休業や時間短縮の影響を受け、長年の名店として親しまれてきた店舗の閉店が相次ぐ1年だった。これは社会的なことですよね。で、国民的人気映画シリーズ男はつらいよでの源公、源ちゃん役で知られる俳優佐藤蛾次郎さんが東京銀座で営んできたパブ蛾次郎ママも31日に営業を終える。あ、今日ですね、今日終わっちゃうんですね。で、故渥美清さんも愛した薬膳カレーは幻の味になるということで、トラさんの好きだったカレーがね、もう食べられなくなっちゃいます。これです。ちょっとね、寂しいですね。あの昭和の名優名作と言われたものがどんどん終わっていって、その名残をとどめるものもこうやって消えていくと。まあ、男はつらいに関しては葛飾市はまたあの町はなくならないと思いますし、大教授もねそのままあると思いますけども、それにしても返す返す今年1年はいろんなものが思い出と変わった日々だったかなと思います。いろんなね、お店や会社がなくなったりとか、寂しい事件も多かったです。それほどまでに新しい生活様式っていうのは、言ってみれば今までの生活様式を、まあ、犠牲にして成り立つところがあるんだろうなと思いますよね。4月に緊急事態宣言が出て以降6月まで休業したと、なんか続けようとは思ったんでしょうね、きっと。7月7日に営業再開したが、客足は 90% 減、基本料金3500円の定格設定は薄利多売が実現してこそ、そう、薄利で多売が実現したくなっちゃうと厳しいですよね。時短要請もあって先が見通せず、長男の俳優、亮太と相談の上苦渋の決断に至ったということでございます。寂しいでしょうね、きっとね。男はつらいよのロケで毎回スタッフやキャストに振る舞い、トラさん役の渥美さんも大好物だったと。蛾次郎、おいしいから L でくれって言ってもらって、お客さんからレトルトでも売ったらと言われたけど、店で出さないと意味がないよということですよね。まあ、あの源ちゃん役者は続けていくということだったんで、まだこれからもね、いろんな場面で活躍するところを見ることができると思いますけども、いずれにしても寂しい事件、昭和の幕が一つまた降りたのかなっていう印象でございます。皆さんのお住まいの土地にも寅さん関連の名所とかロケ地とかあるんじゃないですかね。私はですね、近くに津山がございますんで、またね、津山の方に行って、まあ広瀬さんの実家となる撮影地などね、行ってみようかと思いますけどもね。はい、では本日は以上です。